はい、皆さんこんにちは。渡りぐる石です。では、今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいというふうに思います。前回ですね、勝家軍と、激戦を繰り広げながらも、これを順調に撃破したというところで、もう勝家に残されている兵、決して多くはないという状況、かつ今7月というところなので、一気に息の根を止めるために、さらに、増援を出します。蒲生氏郷3万、これを出しましょう。これで一気にね、勝家の息の根を止めにかかりましょう。福光城は堀秀政が取りました。で、堀秀政の部隊はですね、続いて高岡城へと向かいましょう。高岡城は前回利家に、守られて撃破をされているので、少し削れてますね。で、この後、堀秀政隊は富山城、魚津城と進めていくので、兵がちょっと摩耗してるかなというところですね。で、忠興隊はこの後は能登半島をさらに奥へと進んでいきましょう。報告いたします。で、勝家の息の根を止め次第、家康と再び先端を開いていきたいというふうに思いますので、まずはいかに早くこの、勝家をね、潰してしまえるかというところが一つポイントになるかなと思います。では、取った城に武将を入れていきます。武将の配置だけは未だに委任をしていない。この光秀の特権事項なんで、とはいえ、あんまりここに時間かけるのもなんなので、ある種適当に武将を入れていっちゃいましょう。最前線にはなるので、ある程度動ける武将、戦える武将を入れておきたいんですが、もうそういった武将はあまり正直残っていないというのがあるので、ここはもう何も考えずに、ただひたすらに武将を配置します。武将さえ入っていれば、そこからね、軍勢を繰り出すことができるので、そのためだけに武将を入れているという状態です。で、おいおい、つまり家康との決戦が近づいてきたら、家康との国境境、国境ですね。そこに優秀な武将を派遣して、それらの武将をね、前線へと送り出していきたいと思うんですが、特にこの長篠なんかは言ってみればまさにその中に入るな。となると、ここで改めて武将を入れてもいいかもね。そうすると、誰入れる？朝宮城、福島正則入れよう。朝宮、前線から遠く離れているので、この長篠にまずは、正則。岡崎城にもある程度戦える武将を入れたいですね。統率が高い武将。そうすると、稲葉、一徹の、直南。着難ですね。重道入れましょう。で、ここに適当な寄り気扱いで武将を入れる。統率結構みんな高いね、ここは。で、刈谷城。ここはもう適当でいいでしょう。御所から適当に人を入れます。これで、すべての城に武将が入った状態になりましたね。高尾城、七尾城、この辺りは確実に取れると思うので、何も心配をしていないんですが、堀秀政の部隊が少し削られてきちゃってるから、一度兵を引いてもいいかもしれませんね。七尾城を落とした忠興は、このまま、さらに北上していきましょう。高岡城を落とした後、堀秀政隊は一度解散します。で、解散してしまって、再び、ちょっと、兵が必要になる時まで休ませましょう。残された、勝家方の城。多くはないですね。で、今これで収穫を迎えたので、またいろんな国々が戦争を始めると思うんですね。で、家康もおそらく戦争を仕掛けてくるんじゃないかなと思うので、警戒はしましょう。まず、政宗が景勝。伊達対上杉ですね。ここは上杉につきましょう。当然です。家康が動かないね。で、ここは利家を委任で撃破。富山城を取った蒲生代。これはそのまま魚津城へと進軍。で、忠興が攻めている角田城で合ってるかな。この後松並城まで一気に攻め寄せます。報告いたします。先月の収支でございます。で、施策は徹底的に軍事を強化したいので、軍事が全くないですね今回。これはこれで珍しいけど、まあ再考させる。で、天海が軍事21な。ま、夏川正家は軍事4か。ちょっと話にならないな。そうすると、あとは、伊藤さんにしましょう。とにかく今、軍事を強化したいので、海上交易。さすが小西行長だな。海上交易の中身、ちょっと見ましょう。港証券進出時発展ということになってますね。まあ今だ欲しいのはあくまでも軍事系なんで、無兵装攻撃力上昇、これ欲しいわ。ほんとすぐにでも欲しい。この先も合戦は続くのは間違いないので。前回ご覧いただいた方はね、うまくはまって決戦で連戦連勝という状態だったんですが、まあ、それが長く続くとは限りませんからね。どうしても敵よりも兵数で有利な状態、部隊数で有利な状態、攻撃力で有利な状態を作っておきたいですね。で、ここだ、景勝軍と政宗軍、これ景勝勝たないと厳しい。よし、勝ってくれた。森家家臣として取り込む。 OK だ。これでまあ言ってみれば大名が一つ減った形ですね。報告いたします。先月の収支でございます。さあ兵糧にはまだまだ余裕がある。猪苗代か。これは取り立てておきましょう。全体的にバランスは悪くないですね。突出した能力はないですが。手を打ちましょう。で、魚津城を落とした蒲生代。これはお助右衛門がいるな。花の刑事好きな人はね、ちょっとこの助右衛門に納得いかない人も多いんじゃないかなと思うんですが。さあ、最後は、じゃあ、松が守る。松様が守ってるのか。で、家康の息の根を止めにかかりたいので、家康を倒してしまえばもうあとは塗り絵作業になるんじゃないかなとは思います。では忠興の部隊は一度このまま解散します。で、あとはですね、一度この辺りで行軍で、福島正則隊、浜松城を攻めたいので、兵を徴兵する。さらに光秀自ら出陣。3万の軍勢。進め。戦争中の今のうちにね、兵を集めておいて、家康と開戦をしていきます。報告いたします。先月の収支です。そうすれば、家康が兵を集めている間に、こちらは兵が集まった状態で進撃が、多少姑息ではあるんですが、勝つためにはやむなしというところですね。さすが氏郷よ。騎馬攻撃力上昇か。騎馬隊あんまりいないんでね、騎馬隊とかっていうよりも高速行軍の方がまだありがたいかな。お、毛利勝長が来てる。これはでかい。あとは木下、東堂、さらに木曽。この辺りも全員召し抱えましょう。さあ、勝家軍最後の抵抗と言ってもいいですね。さあ、朝廷からの使者ですが、ここは一旦金を払っておきますか。これで金が全然なくなったな。勝家からの最後の交換の条件ですが、これはもちろん虚偽ですね。で、全員取り立てますと。統率高いのは利家、成政、お松様とかいますけどね。全員取り立てる。で、蒲生隊は連戦になりますが、一旦、そうだな、不可市場近辺まで進めましょう。で、集結してる兵が集結完了したね。集結完了したこのタイミングで、宣戦布告。家康に対して、合戦を仕掛けましょう。で、多少姑息ではありますが、先ほどお話したように、すでに軍勢は集結済みですので、この状態をうまく使って先制攻撃を加えていきます。まずは、浜松城。12000か。半端ないな。しかも、ここで、忠勝軍と決戦に及ぶわけだな。で、光秀の3万。これをどこに出すかだな。これを飯田城に出す？いや、ないな。深志、いいなおまさ、高遠城だな。高遠城に出そう。で、氏郷の2万7000。これをどこに出すか結構ポイントになると思うんですが、これは上田城か、深志か。深志だな。出陣します。報告いたします。先月の収支です。わあ、兵糧が。半端ないくえぐいことになってるな。ではさらにですね、さらに軍を出しましょう。乾城、ここに兵を出す。で、編成ですが、大した兵を出せないところは、はっきり言って、いらない。1000程度の部隊しか引き入れないような奴らは、この大戦には必要がない。ということで、部隊を追加していきましょう。多少に日にちがかかっても構わないので、遠方からであっても軍を出させます。加藤義明、横山、清正はちょっと兵が減りすぎてるな。まだべ。あとは利光。さらにというところで言えば、誰かいる？出したい武将。忠興が2000。まあ、これくらいかな。結構精鋭の部隊になりましたね。兵糧の消耗が激しいので、ここからはちょっとね、兵糧の減り具合にも、注意をね、払っていきたいと思います。逃しゃしねえぜ。囲め。さあ、ここだ。ここは絶対に勝たなきゃいけない。正則 VS 忠勝。まあ、正直言って、家康軍の方が、武将の質も、兵の量も、勝るんじゃないかなと思うんですが、一応確認していきましょう。まずは、忠次。さすがだな。あとは信行が入ってますね。真田信行。まあでも、それくらいかな。強敵と呼べるのは。味方の方は森長慶入ってますね。あとは、編成で言うと、こちらの方で言うとどうだろう。鉄砲隊が正則。前の忠康。さらには、出浦で合ってるかな。さらに騎馬隊も入ってますね。で、敵の方は忠勝の4100。これが一番きついな。この忠勝軍5万と、徳川の主力5万との戦いですよね。これでね、ほぼ決まりますね、戦いが。となると、うまい具合に鉄砲隊を使って敵を撃破していきましょう。幸い鉄砲隊が3部隊いるので、どうしようかな。正則は本陣を守る。鉄砲の数は少ないので、あんまり鉄砲に頼らない方がいいなという感じはしますね。ここは何としても絶対に勝たなきゃいけない戦いと言っていいからな。で、一応正則のところには騎馬隊を1人つけて、本隊の守りにつけます。さあ、忠勝よ、どう出てくる。陣の有利を生かしたいですよね。あとは忠勝の動き。敵も部隊を2つに分けてくると見て良さそうですね。さあ、忠勝はどこにいる？忠勝は右翼となれば、味方は一つ動かして、あくまでも忠勝を倒しにかかります。さあ、まずは敵部隊発見しましたね。こっからは少し慎重に戦います。まずは、前の長安の鉄砲をうまく当てていきたいので、少し下げましょう。全体的にね。で、鉄砲隊の平塚隊、為広隊は少し敵の後ろに回り込めるような位置へと出していきます。支えられるのか？敵の、まあ、左翼、味方でいう右翼がちょっとまとめきれないかもしれないとなると、一旦やっぱり1万4000、佐久間隊は右翼に残らせましょう。危険な感じがします。少し陣が早速潰されてるわ。早くないか。さあ鉄砲の正射、鉄砲はガシガシ正射をかけていきましょう。ご命令を覚悟しておけ。ご命令を。それともやっぱりなんとか頑張って仕留めにかかるかだな。いやー、これでまた佐久間隊を忠勝の方に回すのはあまりにもうかつだな。やめよう。ちょっと待ってくれ。正則のところに忠勝が来てる。これはやばいぞ。忠勝の忠勝に特攻されるとかなり厳しい。正則のさ、戦じゃ支えられないよ忠勝は。急いで兵を戻します。さすがだな忠勝。これは救援に向かわせる必要がある。やるな、さすが忠勝よ。騎馬突撃で忠勝の動きを封じたい。で佐久間隊の1万が間に合えば全然まだ戦えますね。さあ秀康だな。有機秀康になってなかったですね今見たら。いやでもさすが忠勝だな。全く兵が減ってない。ちょっと心配になるぐらい兵が減ってないね。ご命令を始めるぞ。この策で叩き潰す。この策で叩き潰す。始めるぞ。さあちょっと混戦乱戦になってきてるところでトンボ切り使ってくるもんな。さらに忠次がやってきたか。鉄砲隊引き連れてこれ形勢が少し変わる可能性ありますね。まずは敵の一部隊を回想に追い込んで流れを持ってきたいですよね。いやマジで硬いわ。さすがだよな。ご命令を覚悟しておけ。始めるぞ。きついな。さらにここで忠次の1800とはいえ鉄砲隊が来るのがかなり厳しいですよね。まあ、一部隊改装はさせたと。まずは稲葉隊を一度下げよう。このままだとまずい。敵を制すは我が軍略よ。敵を制すはあとは鉄砲が制射できるので、ここで一旦鉄砲制射する。で右翼の方はここで完全にもう一部隊回想に追い込もう。いや本当に強いわ。よし、まずは忠勝を改装させている。このまま行こう。稲葉隊がこのまま逃げ切りかましてくれればあるぞ勝利。よし、さらに改装星名隊。これで決まる。決まってくれ。改装したかけど大丈夫だったね。間に合ったね。よし、これで忠勝君5万を粉砕したことによってしばらくの間敵の攻撃が遅くなるはずなので、その隙に仕留めましょう。全員だ、全員処刑する。この明智に逆らった者は全員処刑。さあまずは浜松、ここを血祭りに上げて、高遠城、乾城と順次攻略を進めていきます。勝家が死んだか、寿命で死にましたね。報告いたします。いや緊張の本当に戦いでしたね、さっきの戦いは。さあ高遠城も取りましたと。で川尻秀長、こいつも処刑だ。全員処刑する。逆らいし者は一人残らず処刑だ。かかれ。さあ打って出てきた5000、これも全員討ち死にさせる。おっと家康の本体か。36000、これ見てなかったぞ。で光秀が2万。くー厳しいな。家康を撃破すれば本当に徳川戦有利に進められるはずなので、なんとかしたいな。さてと、敵の方は正幸勝ちょっとやばくないか、こいつら。雪村もいるじゃないか。ただ味方は秀吉。ちょっとまともに戦って勝てる相手じゃないな。あと鉄砲隊とかがいるわけでもないので、まあ、うまく陣を使って家康をおびき寄せて戦うしかないかな。おとりとなった。あるいはなってくれた。秀吉。これをうまく使っていくしかない。で、陣は全部捨てる。一個だけやっぱり残そう。っていう、こういうさ、中途半端な策が一番やばいんだよね、きっと。いや、これ家康の徳川四天王発動されたら勝ち目ないぞ。となると、これ、あれだな。合戦自ら指揮にしない方が良かったかもしれないな。今更ですけど。家康はどこにいる？どこにいるかわからないが、とりあえず。始めるぞ。手を打ちましょう。下地を始めよう。下地を覚悟しろ。おめえでよ、みんな気合を入れろよ。覚悟しろ。この秀吉のところに敵部隊をおびき寄せて攻撃して一気に潰していくという作戦ですね。さあおとりだ。まず血祭りにされるのは誰だ。高梨内輝か。真田丸が懐かしいですね。これを見ると。手を打ちましょう。命を覚悟せよ。さあでは敵に備えつつも誘い込んだ内輝、これはフルボッコにしましょう。手を打ちましょう。始めるぞ。木の居場所が知れましたな。お、家康が来てる。これは勝機あり。これは千載一遇のチャンスだぞ。このチャンス逃さない。覚悟しろ。お聞きくだされ。覚悟しろ。始めるぞ。一応始めるぞ。いざ進まん。覚悟せよ。時には大胆に攻め込まねばな。格の差思い知るがよい。家康がまんまと引っかかったぞ。勝てるとでも思ったか。やりたい。前。内輝の階層なんてどうでもいい。家康よ、目的はさらにここで秀吉のおとりが決まれば一気に、むしろこれが我が策にございます。むしろだ。家康の首を取ることすら可能なんじゃないか。いやー、完全に秀吉のおとりはまったな。いい、もうここは構わない。いや、それにしてもさ、それにしてもひどいよな、この家康の防御力の高さ。これ全部隊と言ってもいいと思うんですけど、囲まれてる状態でそこまでガタガタに戦意が落ちてない。本当に恐ろしい。よし、家康を改装に追い込んだ。これで合戦は勝利できるはずですね。もう何もしなくても勝てると思うんですが、まあ、せっかくなんで。いや、本当に運が良かったと言っていいな。家康 VS 光秀の決戦ですけど、事実上秀吉が主君賞ですね。秀吉がいなかったらちょっとどうなってたか。村田義次ってちょっとあんまり知らない武将だな。あんまりっていうか全く知らない武将なんだ。なんかね、詳しい方いれば後でちょっと自分もウィキようかなと思うんですけど。生殺与奪、すべて勝者の思うがままよ。さあ、村松殿も処刑します。不作でした。さあ、これで高遠城も取れそうですね。まあ、ただちょっといい時間になりましたので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回は、本当に家康とのね、壮大な決戦を行っていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひ Twitter の方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。